おはようございます。8月11日、朝6時の相場解説になります、えー。昨日ね、大きな動きがありましたよね。今見ていているのはデイリーなんですが、この動きです。この大きな陰線です。で、今ね、陰線の後の要線が出続けているところなんで、えー、この陰線は昨日で確定した陰線一本になります、えー。これはですね、えー、と内閣の改造 の後の岸田第二次内閣の発表があったところを受けての円高の急激な振れだと思いますよね。いや、すごいですね。ここまで大きく振れるのは。うん、あの、材料があった週っていうか、日っていうのは、ここでもあったわけなんですけども、ここね。よろしいですか、ここですよ。これも大きな材料になってましたね。それと同じぐらい動いてました。うん、だから、ここまで動くと、さすがに2円ぐらいの値幅になってきますんでね。 ちょっとこうバカにできないところあるなと思いますんで今日の解説ではそのこともお話していきます採用時間です大きな動きがあったのは分かりましたでもこの大きな動きをね私たちは捉えることができなかったのかというとそんなことはありませんね、ずっと私ここの間でレンジをお話ししたでしょレンジで基本的にはレンジ戦略って言って上の方に行ったらセル下の方に行ったら倍で取るんだよってレンジ内戦略ね これ上下が1円ぐらいの値幅がありましたんでだから十分取れるわけじゃないですかそれと同時にブレイクアウト戦略っていって抜けたら抜けた方向についていくっていうのも申し上げてましたよねこれはいつものことですけども私は基本的に上の方に抜けると思ってたんですよ上の方を結構叩いてましたんでね、えー、ところが材料が昨日入りまして下の方にズバーンと抜けていったわけですよすごいですよねあのここのゾーンもゾーンじゃなくてここのレンジも抜けて第一番最初のレンジの方に戻っちゃったわけですよ これはなななかかいですので,すんで昨日はテクニカル理論でブレイクアウトを使えばこの2円近くの値幅が取れていたよってことなんですよただ深夜っていうこともありましたんでなかなかね取れなかったとは思いますけども考え方としては頭の中に入れといてくださいよだから言うんですよ今日儲かった儲けてないっていうのが重要なんじゃないですよとだってね日々いきなり儲けれるようにならないわけですよだから儲けれるようにいきなりなった方がおかしいんですよ だこういうふうに、まずは起きたことの後説明ができるようになることが大事です。後説明ができるようになって、徐々にそれが、うん、先説明って言ってね、これから起きることが予想できるようになるわけですよ。ただし、内閣改造があったからといって、円高になるなんてことは、これはまだね、誰にもわかりませんから。だから内閣改造の発表の後ってのは、時間がある方はじーっとチャートに張り付いて、ブレイクした方向についていくっていう考えで攻略すればいいんですよ。 そののためのブレイクを今学んででるわけでしょ。繰り返し繰り返しレンジ戦略ブレイクアウト戦略これをやってるわけじゃないですかでもうちょっと難しくなるとエリオット・ハウドを使ってみたりとかねあのフォーメーションつっかダブルトップを見てみたりとかするわけですよ、うん、今のところはだからあの断片的にこれがあのテクニックだったのかってことが後でわかれば十分です私が説明する前にこういったチャートを見てこれはおそらく内閣改造だろうっていうふうに思いついた方がいるとしたら一歩進んでると思いますよ 次に進もうと思ったら内閣改造があるのが分かってるわけですからじゃあそのために材料が入るから動き始めたらそっちの方についていこうかなと思ってチャートに張り付いていくって行動ですよはいじゃあ次です結論として言いたいのはねファンダメンタルとか材料にもテクニカルってのは勝るってことなんですよなぜなら何回も言いますけどもこういうふうなことを今今週はお話ししたわけでしょ上にぶつかってレンジが決まりました ダブルトップも抜けませんでした。トリブルトップも行きませんでした。下にちょびっとはみ出したんだけども、結局はレンジの中に戻ってきて、あとは緩やかに、こういうふうなね、緩やかな上昇を返たでしょで、今はエントリー数にちょっと当たらない真ん中ぐらいだからね。でも、この辺に来たらエントリーするんですよっていうふうに申し上げていました。それと、あとは上で抜けると思うけども、抜けたのを確認したらそっちの方にブレイクアウトでついていきましょうってことなんですよ。っていうことは、 材料で下に行ったことが確認できていれば遅くてもねこのヒゲ先で売りでエントリーできてるわけですよで今度はこちらのヒゲ先でエグジットできるこれは今まで何回も何回もねお伝えしてきたことでしょ新しいことなんて何もないと思うんですよだからお伝えしてきた内容だけで今回のこの急激な動きも取れてるわけなんですよで問題はですね内閣改造があることを意識してこういった画面の前に座っていたかどうかってことなんですよ 私の場合は画面の前に座っているってことはなかったんで。ですんでね、あの、今回取れませんでしたけども、ことが起きた後に説明はできます、ね。皆さんもだから、この相場解説を見る前に、なんでこういうふうな動きがあったのか、どうするべきだったのかってことが、まあ、振り返ってね、反省できてれば、自分で反省できれば、一歩前進ですよ。で、私の説明を聞いて、そういうことだったのかっていうことが分かれば、その前の半歩前進ですよ。 それぞれの距離を確かめて今日の相場解説に変えていただきたいと思います。えー、それでは本日は本日でまたね、エントリーしていかないといけないと思いますんで、今度はまたね、円安の方に触れると思います。今から133円台、134円台、135円台という形で、どん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 ね、右肩上がりを進めていくと私は予想しますので、その動きを今日と明日で見ていきましょうということになります。お疲れ様です。